皆さんこんばんは。今夜も始まりました。藤原達也のラジオ、藤原達也です。2月になりました。2月3日、節分ですが、恵方巻き、2023年の絵法は南南東のやや南だそうです。うち、が埼玉なので、習慣がないんですよ。うん、恵方巻きっていうのは、どこからなんですか<わ>食べます恵方巻きですか、はい、一応まあ子供がいるんでね。 なんかみんなで食べようみたいなことであの食べますねうちにそのあれがないと思うんだけどね知ってますよこれ地域で格差があると、ええうん、関西は7割弱そうなんです関西なんですよ関東は6割ぐらいしか食べないうん、うん、関西の方が食べるってことですねどっちかってうとそうですよね、はい なんで食べ始めたんですかねとか東京出てきてからですよ恵方巻きって知ったのうん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 それ子供の頃なんか節分ぐらいしか豆巻きぐらいしかやってないからう、ねうん、確かに子供の頃自分が家でそういうしたっていうことはないねそうでしょう、うん、豆巻きやってます豆巻きはやってますうちもやってますね、うん、豆巻きちゃっと、うん、恵方巻きだけがねなかなか食べてないんですけど TBS 日曜劇場「ゲットレディ絶賛オンエア中でございますゲットレディ見てますか あの、ま、ちょっとオンエア的には僕まだ1話なんですけど、見させてもらいましたけどね。どうでしたあの、藤原さんが、あの、こう解説するじゃないですか。そうなんですよ。見ながら。そうなんですよ。そんな嫌な顔で。いやいや、そうなんですよ。なんか一人で喋ってるんですよ。で、つまぶきくんが、こう、手術してね。つまぶきさんは、ゲットレディって言うだけですからね。俺がさねで、ベルベルベゲットレディそうだよね。で、あと、ほら、この AI と話してるじゃない、英語で。 はいはいはい。まあ、術中ね。そうそうそう。コピーうそう。あれを見て、藤原さんがそれをモニター越しで見てるじゃないですか。はいはいはい。さすがだって言ってるから、藤原さんも、そういう病院、その医師としての知識が、まあ、あるんだろうなというふうには思ってるんですけど。そうですね。はい。はい。それはどうなんですかね。 どうどう,なんてどうなんですかあまあそれ言ったらあれですけど、はあ、まあそれもいくいくこうなんで藤原さんがあそこであの妻夫木んの手術がすごいっていうことを言えるかっていういやそうなんですよねえっ<え> <laughs> そうなんですよね。だって監督に言ってくれって言われるから、いやいや、いや、そうですよ、さすがだってことは。って言われてるわけじゃないですか、だから藤原さんも石レベルのね、そういった知識があるんだろうなと思ってるわけですええだからバックステージはなんだったんだって話でそううそそれはだから、この妻夫んと僕の、なぜ出会ったのか、このチームはじゃあ何なのかっていうのは、まあ、ゆくゆく明かされていけばいいんだけど。 その、うん、俺だって本もらってないから <laughs> そして2月に入ってもまだ終わってねえんだって撮影は、うんうん、でもそれいいよね役者としてもさ いいけどさ、どうううね、もうさすがにもう終わりにしてほしいんだって。<laughs> どんだけ撮影毎日毎日やって。終わりにしてほしいんだっけっていうのは撮影がもうすごいやっぱり、まあ監督が監督だから。まあ終わってる予定だったんですけれどもね。時間がかかるからね。それだけ大変な仕事って時間かけてやってみ <laughs> 皆さん見てみてくださいよ。さて今回は皆さんからのメッセージ、じゃんじゃん紹介していきます。お楽しみ。それでは今夜も深夜のリラックスタイムにゆっくりとお付き合いください。 オンナーの皆さんからの質問やお悩みメッセージを時間の許す限りご紹介していきましょうということで来てますか、はい、来てますただもう本当にね、あのー、恋愛の相談が恋愛が多くなっっちゃったんで。すよ,、ね多いんですよ 本さん24歳女性。今付き合ってる彼氏が10歳年上の34歳で付き合って5ヶ月ほどになります。いつもデートや旅行するときご飯代や宿泊代を向こうが出してくれてるのはありがたいですが、年上とはいえ毎回出してもらうのは申し訳ないと思っております。しかし支払いの際に女性に財布を出させる行為が恥ずかしいと思われるのかと考えると難しいため、アミューズメント施設などのチケット予約購入を私が担当しております。 財布をその場で出さないのでね、こういうのってどうすればいいんですかねえですって。素敵な女性ですね。うん、うん。いいんじゃないですかあのー、購入チケットってそ,それなりの値段しますからね。そうですよ。優しいね。気を使って。うん、非常にいいカップルなんじゃないですかね。年代、年上。どうですか男性。こうしますよね。うん、いやいや、あのー、今違うんですか時代が。 いやどうなんですかねでもやっぱり女性からするとそんななんか私だって出すわよっていうそのイーブンな考えの人だっているじゃないですかまあ付き合ってて、ね、でも10個上だからねまあ10個上だからね、まあ、稼ぎとかもあるだろうね、うん、なんかこの今のままでいいんじゃないですかフォンさんのチケット予約購入を私が担当して、うん、あとはご飯とかそういう旅行代とかはうん、うん 旦那さんというか,か彼に出してもらうのが一番いいん大人な大人な関係ですねまあそうですねラジオネームゆきみさん最近娘20代の初めての恋が終わりました大学生の娘のバイト先で知り合った彼に告白されて始まった恋9ヶ月後のある日彼に振られたと我が子ながら頬を伝ってポロポロ流れる涙の,の美しいことただ話を聞くだけしかできないもどかしさを感じつつ親として娘に寄り添って 乗り越えた失恋は貴重な体験になりました。達也さんや堤美さんの忘れられない失恋話や、もし娘さん将来失恋したことを知ったら寄り添う派ですか表向きは何もなかったようにそのことには触れずに見守る派ですかだって。うん。わからないこれはね、もう。男の、男の人あれがわからないよね。うん。まだあんま考えたくないっていうのはあるけど。いやどうですかね。うん。 藤原さんからなんか若い頃その自分から告白したみたいなことってあるんですか。えあ、ー、普通にありますよ。なんか印象的なのあります。あのね、うん、あのー、なんか若い女の子同士友達が二人いて、うん、あのその友達がその二人いてその、うんうん、その一人から僕が告白されてたんですよ。うん あ、はいはい。ね。でも、あの、僕は、告白された友達が好きだったなるほど。複雑ですよね。ねで、それずっとその、そんなあれがあって、ある時にその、僕が好意を持ってる女の子に電話して、あなたが、それ実はそうなんだけど伝えたことがあるんですけど。あ、俺は、あなたの友達から告白されてんだけど、俺は、あなたのことは好きなんだみたいな。そしたら、すんごい、 あの分かります関係性いやもう完全な三角完全な三角かりやすいそしたらその僕が電話してる喋った友達ものすごい動揺しながら、うん、あの答えを曖昧にして電話を切ったそれでその三角関係は終わったね <laughs> 答え曖昧にってどういうことですかいやなんかそんなことはダメだよみたいなまあね、うん そうですよね。いい女の子も友情があるしね。そう,そ,うそうです、そうで、ん、す、そうです。そういうの崩しちゃいけないですからね。私、藤原さんのこと好きなんだって相談を受けてても、いや、お前はないよってわかるわけですもんね。かわいい。ね、なぜなら私のことばっかそしてその人とだって付き合ってることをその友人が知ったら。ね、そうよ、うん。それはもう、何クソって思うでしょう。うまくいかないもんだね。 なるほど恋なんてうまくいかないもんなんですねだから面白いっていうねそうですねはい、はい、だからどうですかねこれ親うん、うん、母親はやはり強いですよね母親,母親は寄り添って、うん、それは娘でも息子でもいいんですけども、うん、やっぱ寄り添って聞いてあげられるいや俺も自分の娘からそんな振られたとかって まあ僕には言ってこないと思います、多分。お母さんとかとそういう話をと思する。そうで、だから母親は、うん、それ強いですよね。で俺がもう,う,う、すんごい、聞き立てて、こう、ね、聞いちゃうよね。よねうん、いやだこの恋の話は難しいですね。ねえ、なかなか。うちの兄貴なんて普通に、はいはい、あの、娘、うん あの大きくなって彼氏まだ彼氏できたら連れてきてねなんて3人でよくあのご飯食べ行ったりしてるそういう関係もまたありなのかなと思うけどもじゃあ自分がそうなったらそんなん3人で行けるかなって思うよねそうだよねまた全然違う人連れてきてねまた違うのかみたいになったら嫌だしねちょっときついでしょもうもうからない俺は分からないって言ってるだけなんだよね逃げてるだけなんだよね 現実を見たくないんだよね。そうなんだよ。保育園とかでもあるじゃないなんとかくん、男の子さ、なんとかくんと今日のこと好きなんだ、みたいな。あります、ね。俺、送りに行った時、さっき言ってた子、どの子だって言って、俺が怖い顔して言ったら、絶対教えないって言って。あなたないんですかあ、そう、淡い恋は。僕の恋なんてもう本当にいいんで大丈夫です。そうだな。はい。じゃ次行ってみるえ、これあれ、52歳男性から。 切実なラジオネーム聖徳太子ジャガさん、うん、誠実な悩みじゃないじゃんだったらこのラジオネームつけないじゃん <laughs> 聖徳太子ジャガさんってもうそれアウトだよ <laughs> まあ52歳ですから我々より先輩ですからねそうですねそうどんな悩みなのか突然ですが藤原さんに相談があります冬になると乾燥肌で痒くて痒くて我慢できません <laughs> という聖徳太子ジャガさんから ア,アドバイスアドバイスはですね、うん、これ僕も聞きましたあの皮膚科の先生に、うん、はいはいはいあのまあそれこそいろんな考えあるでしょうけど、うん、あの特に冬場なんて乾燥するわけですからす、うん、あのお風呂に入った時に、うん、あのゴシゴシ洗わなくていいんですって先生はおっしゃってましたからだからそのゴシゴシ洗ってんじゃないのお風呂気持ちいいもんねガーッてやっちゃうんだね、うん それで、オーブラーがあった後に、カッピカピになるんだろうね、肌が。そうなんですよね。そういう時はどうしたらいいんですか藤原さんなんか塗ってますもう、藤原さんはもうワセリン専門だから。あ、なんか塗ってますよ、いろいろ。化粧水つけたり。化粧水うん。うん。ハンドクリームみたいな。ハンドクリーム塗ったり。スキンクリームか。家にあるのか突っ端から塗ってますよ。<laughs> 何塗ってるかわかんないぐらい。これなんだろうね。まあ、塗ってきゃいいかみたいな。<laughs> <laughs> とりあえずば <laughs> らしとけとそういうのあるでしょうん、だから乾燥してるのいいと思いますよ僕は乾燥してても乾燥しててもいいしててもいいよ男の人は <laughs> まあね風呂上がりとか俺顔こっち向,ける向かうとさこう引っ張られるぐらい乾燥する乾燥する,でするそれに慣れさせればいいんじゃん慣れさせればなるほどね、うん、だって外国行ったってなんか忘れちゃったって何もつけなくてもへっちゃらでしょ、うん、全然大丈夫家にいていろんなものがあるから今度塗っちゃってるだけでまあね 昔からう藤原さんも乾燥すごい乾燥しますよね、そですよねでその皮膚科の先生、言ってましたあの藤原君ね、耳の後ろと脇とその股とお尻ぐらい洗っとけば、うん、あとはもう洗わなくていいんで、水で流すぐらいでつな,い、うん、なるほどね、うん、うんって言いますけどねそうだよね。 ラジオネーム、ミカさん27歳女性。私の悩みは、新年早々、腰痛が悪化していることです。学生の頃にぎっくり腰をしてから腰が悪く、在宅ワークが再開していることも原因だと思うのですが、運動はしております。病院で診てもらっても良くなりません。これも邪気のせいに思えるのですが、どうしたら良いでしょうか。<laughs> 腰は仕方ないね。 俺の友達でこの間、新年早々、左足、腰をぎっくり腰して、痛て痛え、つって、なんかコキコキして直そうかな、なんつって、痛い、痛い、痛い、コキっつって、今度右が、バランス取れたとかじゃなくて。<laughs> もう動けないっつっもう、じゃ腰型ないですよ。腰はね。<はい S 2> 重いものを持ったって子供いりは抱っこしなきゃいけないかったりね。<ー> なんか、インスタ見てたら宣伝かなんか腰のさ、こうひ、ね、なんか紐で引っ張る。あります、ありますよ。あれなんか、まあ、リアクションがさ、みんなすごいからさ、すごいやつとかさ、なんかダウンタウンの浜田さんがなんかやってる、うんうん、めちゃくちゃ力が出るロボットみたいななんかない、うん、それパワースーツ着てんじゃないの、うん、浜田さん。浜田さんのなんかこう、アイアンマンみたいな。すごいよね。そんなのあるのああそれを、別に常備着てる、常時着てるわけじゃないでしょ。いや、浜田さんなんか着てたよ。 普通に普通に普通の時じゃないよ。そうだよね。あの、その企画でだよね。企画とかなんか CM で見た気があるけど。そういうのやったら、あいはほら。ああ。これすごい。何でも持てんだこれ。マッスルスーツ。マッスルスーツってんだね。こんなの持てちゃうんだよ。めっちゃ驚いてるじゃん、浜田さん。だからこういうの、重いもの持つときはもう無理しないで。俺できる。私できるじゃなくて。ほんとそう。 やればいいんだってあと俺番組であ頂い,いたことあるけどあのそのよ言ったコルセット型みたいなのやつって確かにあのパワーは入るかもしれないねなるほどねほんと腰が痛いから、うん、私もあとあの、うん、寝る時のですよ寝る時きマットとかさ、ね、そうよねあれがいいんじゃないですかここに来ていた,だいたマットえっとブレインスリープのねあれいいですよ ブリースリープさんマット出してるでしょ出してるよで仕方ないですこれはジャキとかじゃなくて、うん、まあねマッスルスーツ着て頑張んないとそうだねラジオネームタッキーさん55歳女性ツイッターでの達也さんの写真いつ見ても半袖の T シャツですが着るものないんですかだって <laughs> <laughs> いつ見て今日だって言うのは今日長袖ですよ今日長袖だけど、はい、まああのー、暑いんだよね我々はいや暑いじゃないよ何がですか あこの間でもうちの奥さんに言われたら、なんかうち寒くないっつって言って。うん。いや、それ当たり前じゃんっつって T シャツ短パンで。ああ、まあね。俺はね。ね家でも T シャツ短パンでしょ全然 T シャツ短パンよ。いや、うん、そうなんですよ。だからもうね、外とか、ほら、外寒いから厚着するじゃないですか。でも結局電車の中とかが暑いから、 電車の中で汗びっしょびしょになるから電車の中も外と同じ気温にさせとけばいいんだよと思ってそれなりの服で着てんだからさかだから冬場は本当に T シャツにアウターだけでいいんですよそうなんですよねうん、うん、我々はそう我々ってその暑い狩りの人でしょそうそうそう暑がりの人なんてティずっと T シャツの人いるけどねでもう会社とかでも結構 T シャツの割合多いよ本当だよねう スーツ着なくていいんですかスーツはあのその TPO に合わせて着てますだから会社に常にスーツと靴は置いてあってあ誰か着たつとつって自由だねそうですよえー、っとだからお正月なんて、うんうん、例えばその暑がりって言ってもなんか代謝をよくしようと思って。うん あの、みんな、なんか、お風呂なんか行こうって言うじゃん。健康ランドみたいな温泉行こうみたいなこと言って。じゃ、ちょっと俺だけ、ストイックになんか、一日目走って行ってみるよ、つって。五、うん、五、六キロこう走って行くわけじゃん,うん、うん。走って行って汗かいて、うん、なおかつまたサウナ入って、うん、あの、また汗かいて、ね。すっきりするわけじゃん。で、これ、よし、新年頑張ろうなんつって。それ、うん、で,でこう、右が入り口で、出口で、こう、右そのまま出りゃいいんだけどさ、うん、サウナから出た、 左すぐにさなんか休みどころカキフライフェアとかってやっててそのすぐ左行っちゃうじゃんね俺だってそこでカキフライすごい安いんで3個で300円とかさでちょっとじゃあビールとカきフライとか始まっちゃうわけじゃんお正月で一人で2時間ぐらいでさそこそのままもう歩くのやだから車に迎えに来てもらうじゃんねで翌日はさ 二度とそういう過ちはしないと思って、また走るわけじゃん。で、出るわけじゃん。スライストマトフェアみたいなやつやった。トマトは別にちなっに。すっまそう、新鮮な水、氷水につた、あるスライストマト。酔っちゃうじゃんね。今日はレモンサワーにしてみようって。お正月飲むって。で、代謝いいじゃん、サウナ終わった後。で、その2時間ぐらいまた一人出て、車。 何しに来てんだって言った何しに来てんだって言ったの <laughs> お正月。四4日連続ぐらいね。<laughs> その間、うちはね、あなたのうちのアイネコをずっと。ガリちゃんですかどう元気ですかガリちゃん元気ですよ。だから、その29日から。あ、はい、25日か。うん、25日から。はい。そんな早かったでしたっけ昨年そう。25日行っていいって言ってたから全然大丈夫あ、そうでしたっけはい。そうそうそう。で、家内はさ、今年うちら、はい お正月、はい、沖縄行くよって言ったから、はい、えー、と思って。だガリよろしくって言って俺一人で。<laughs> お前らだけで行くんかいって。<laughs> ガリちゃんと新年迎えたのえそうよ。だからもうほんいや逆によかったけどね。そうでしょ。う、もう一人だし。寒いからさ、夜。うんうん、だから来てくれるからさ、はい、布団に。はい。 本当に甘えん坊だもんねそうなんですよね来て結局湯たんぽじゃないけど一緒に寝て新年2人で子供たちが可愛がってくれてる子供たちも可愛がってくれてますけどはいあのそろそろねあなたのうちのお子さんも会いたいって言ってるでしょ会いたいって言ってるけど全然そうだねあの迎えに行く環境整ったら整うってどういうことですかサウナ行くんですかそうですそうです ダメよ寄っちゃうからカキフライフェアにカキフライフェアに行ってほしいんだよねその温泉カキフライフェアトマトスライスフェア唐揚げフライドポテトフェアダメだろもう3日目は唐揚げフライドポテトフェアフェアばっかやってんだっらフェアばっか体にフェアじゃないって話体にフェアじゃないんよそれで2時間ぐらいいっちゃうんだよねそして結構もう湯冷めしててもう体も何のために行ったんだって まあそういういい正,正月過ごしましたけどもう一つぐらい言っておきますかはいラジオネーム推しに会いたいさん19歳にして藤原達也という俳優の魅力に気づいてしまいました特にオフ写真を見るのが好きで一人でニヤニヤしていますたくさんもっとグッズを増やしてくださいということでうんあでもこ小林くんいないかあれか小林くんがいないとそう,かそうなんですよ年明け小林くんがちょっと発熱でですねそうね出てきてないんですよこのスタジオになのあの 推しとかいないんですか推し。推し好きな。藤原さんの推しは推しですかはい。推し、分かってます分かってますよ。あの、応援するって人。あ、そう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 。あのー、エグザイルでしょうね。エグザイルあ、そうなんですか。うん、藤原さんがエグザイルを推してるんですか推してます。の中の推し。押<し>される筋合いはないでしょ向こうからしてみれば。もう押されてんだから。 でも、そこはあえて押すんです、僕押し面っていう言葉があるじゃないですか。知ってます。でも、エグザイルさんからしてみれば、俺なんかに押されなくても押されてるよって思ってるわけだけど、俺はあえてそこで押す。よくわかる。わかるでしょ、それ。藤田さん、押し面ってわかりますわかるよ。何の略かわかりますわかってるよ。んですか応援してるよ。メンズ。お、あなたはピンポイントで応援しますってことで。押してる押してるメンズ。 押しっつったら押してるメンズだろじゃあ女性のことはじゃ何て言うんですか押しガールでいいだよ。<laughs> <laughs> これ皆さん本当に藤田さん思ってますからね。これ。だから e グザイルさ <laughs>、うん。もう一回聞くんですけど、押し面。うん。私の押しメン誰々なんだ押しメンっていうのは押してるメンズ。<laughs> <laughs> じゃあアイドルとか、うん、アイドルとかは何、なんて言うのアイドル。女アイドル、女の子たちは押し。 ああ。推しって言うじゃん。なるほどなるほど。うちの子供なんかもこれ推し。推し。でも今は EXILE ですよってじゃあ言いますけど、推し弁の弁はメンバーです。あ、そうなんだ。そう。推し弁ってそういう意味なのそう。だから日向坂の推し弁は誰っつったら推してるメンバー。メンバーやんなきゃいけないね。うん。そうそうそう。だからもう EXILE さんですよ。あ、そうなんだ。まあ、松さんとかね、ゲストにも来ていただいて、ここでね。 なるほど。初めてです。僕言いましたっけエグザイル東京ドーム行ったって。あ、あの、言ってないけど、社メが、無言のャメがそうでしょはい。どの辺演出もかっこいいんですよ。ああ、どの辺で見ましたえ、めっちゃ前。もう、松さんとハイタッチできんじゃないかと。松さんつって。向こう、驚いてたと思う。あれって。あれ藤原だって。松さん出てんのあ、それ松さん出た回なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。 だから貴重な回なんですよ。なる,なるほど、なるほど。はいはい。うーん。いや、ところ推し面ですよね、まさに松さん。うん。推してるメンバーってことでしょ推してる <laughs> 今日、2023年に覚えました。フリアさん、推し面の意味を。俺、家帰って家族に聞いてみよう。知ってるっ、うん、つって。推し面ン誰って。みんな言うと思うよ、うちの家族。うん、え、推してるメンズつって。<laughs> 推しガールって聞いたことない。推しガール、推しメンズ。<laughs> そういうのありますよ。そうね。だからいっぱい行ってるんです。EXILE さんとか、日向坂さんもそうですあの、NiziU とかさ。はいはいはい。何話男子とかさ、もういっぱい。何話男子も。そうですよ。いっぱいコンサート行ってるんです。いいでしょ楽しい。楽しい。刺激になる。刺激になるっていうかね、なんか、なんだろう。すごいですね、見せ方が。我々演劇とは明らかに違う演出だし。 群衆あれだけの大人数に見せる演出ってなると非常に、あのー、これはこれで面白い勉強になるなってことだよねあとやっぱ歌の影響力って強いねあ,あそううん職業間違えたと思った <laughs> <laughs> 一,一歩間違えた <laughs> <laughs> 慣れないから。そうねな、うん、れないけど職業ちょっと間違えたかな何になりたかったエグザイル <laughs> <laughs> そういうのもありますけどね。はい。はい。よかったです。あなた何になりたかったんですかじゃあ。<laughs> なんで僕は別に。あ別にいいですか今。<laughs> はい、全然。今のま、まあ、まあ、あの、生まれ変わったら、やっぱりスポーツ選手になりたいっていうのはあったね、スポーツ選手もきついと思うよ。いや、もう大変ですよ。もう終わったら終わりですからね。<laughs> うん、やっぱやはりあと、そうだね。うん、キングカズさんぐらいやってれば強いけどさ。うん、そうそうそう。 怪我,怪我もあるしもう本当にだからあんなけお金もらってるのも分かりますよ終かりますか、ね、らもう終わりですもんまあじゃあ今がいいってことだねそうですねお金はねはいたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました、はい、スカイプレゼンツスカイプレゼンツ来ましたスカイプレゼンツ,スゼンツ藤原達也のラジオあっという間にエンディングになってしまいました今日はありがとうございました押し、うん、てる押し面を教えていただきましてはいよかったです一つ勉強になりました他にはないんですか <laughs> <laughs> <や>そういう言葉でも僕もそんなに詳しい方じゃないけど推しメンはまあ正直僕も言葉の意味は知らなかったのありますけど、ね、え調べたの調べたって教えてもらう推しメンの面ってどういう意味ってただこれ聞いてるリスナーの方で <laughs> 俺なんかこんな今、うん、公開赤っ恥さらしだけど <laughs> <laughs> リスナーの方たちも何がえっって言えどメンズじゃないのみたいなだって女の子とかだったらメンズじゃねえし、うん 欲しがあるしが,ある, <laughs> しがあるなんていう言葉欲 <laughs> しがあるじゃないんだからさ <laughs> 絶対多分2割3割。まあうんうん 4割ぐらいの方も。いらっしゃるかもしれないよね。よね女の子でも星メンズルって言うんだなって。勉強ね。そうですもん。日々勉強ですよねあ。ありがとうございました。ててさあ、そして番組では質問やメッセージ、お悩み相談、番組で解決してほしい調査依頼などお待ちしております。メールの宛先は番組ホームページのメッセージフォーム、または達也、たつやアットマーク ABC1008.com。コム。ツイッターの場合は、ハッシュタグ、たつラジオつけてメッセージを送ってください。また、番組のホームページでは特別動画や過去のオンエアの聞き逃し 配信も行っていますのでそちらもチェックしてみてくださいそれではスカイプレゼンツ藤原竜也のラジオまた来週お会いしましょうバイバイ